山本周五郎作彦左衛門外記その第七回2-2。こうして5番目に千塚姫と会った。その夜彼は自分が精神的にも肉体的にも一個の熱鉄のように燃えていたことを記憶する。ようやく望みを達した喜ばしい興奮と夜晩も翻弄されたことの憤怒と、その他説明しようのない激しい感情とが一つになって燃え盛っていたのだ。あなたはうねめが原で野違いをなすった方でしょう。と姫は物柔らかに言った。お名前は確か五橋様。五橋一馬です。と俺はすぐに答えたものだ。と彼は今つぶやく。うん、柔らかな温かそうな美しい声だった。あなたが私のことを追ってきたことは友の者から聞きました。それで初めの夜ここへ忍んで来られた時、多分あなたであろうと思いました。なぜなら試合の時私を見つめた顔つきが尋常ではなかったし、試合をしているということさえ忘れて棒立ちになっていたからです。と言って姫は含み笑いをした。けれども私はすぐお目にかかる勇気もなく、そういう軽率なことをしたくもありませんでした。それにあなたがどれほど執心であるかも知りたかったので、姉や妹たちを出して試してみました。あなたは辛抱強く、これまでのところは見事に私の期待に応えてくれ、こんなに嬉しいことはありません。と姫は流し目に見ながら言った。と彼は今またつぶやく。あの時俺は体が倍くらいにも膨れ上がったように感じ、これで望みが叶ったと信じたことを誰が早まったなどと言えるだろうか。誰か言えるものがあるか。姫はそれだけことを面倒にしただけでは満足しなかった。彼女は単純なものより複雑なもの、安易なことより困難の伴うもの、安穏な状態より胸のドキドキする状態などという方が好ましいと言った。私、できるだけ美しい結婚がしたいんですの。と千塚姫は言った。あなた、深草の少将の桃よがよいをご存知ですわね。カズマは当惑して首を振った。では、西木塚の故事はご存知？カズマはまた首を振った。姫はかなり失望したらしい。愛らしくため息をつき、その小さな肩を愛らしく落とした。しかしすぐに気を取り直した様子で、錦塚なる故事を語ってくれた。それは奥の国のずっと奥の何とかいう村里のことだそうであるが、男に思う女ができると男は錦木の枝を女の家の門前に刺す。女がもしその男が嫌いなら手をつけず、好きな時はその枝を取る。だがそれでことが決まるわけではない。女が結婚を承諾するまで男は毎夜その枝を刺しに行くのである。深草の少将は桃よでしたけれど、錦木は200日も300日も続けることがあります。3年も通い続けたので千塚という名もあるということですわ。私の名も千塚ですから、錦木の故事に習いたいと思います。もしあなたの気持ちが真実なら、どうか私の気の済むまでここへ通ってきて錦木を刺してもらいたいのです。と姫は言ったのである。それから94日、毎晩俺は奥平邸へ通い続けた。と彼は今自分を罵ってうめく。この育児なしの腰抜けの佇め。
彼はわらじを二十足もすり切らせて、ようやく錦木という植木を買ってきた。どうして錦木などという五体操な名が付けられたのか判断に窮するほど見栄えのしない馬鹿げた木で、そんなもので思いを告げるのだとすると、その村里はよほど物資が欠乏しているに相違ないと思った。90日の間に錦木を10旅も買ってきて裸にし、今庭には20本さあお好きなところから折ってくださいと言わんばかりな枝ぶりで植わっている。途中で精が切れやめてしまおうかと思ったことが幾度かあった。だが日が黄昏ると気持ちがぐらぐらし始め、8時頃になると全身が熱くなって、どうしてもじっとしていられなくなるのであった。あれは悪魔だと今彼はつぶやく。人間じゃない、きっと女の悪魔だ。それからしばらく黙っていたと思うと、彼の目が優しく細められ、唇に自然と微笑が浮かんだ。へっと言って彼は首を振った。悪魔にしてもかわいい綺麗な悪魔さ。へっ、誰が諦めるものか。あの植木に払った代金も考えたって、俺は断然やってのけるぞ。きっと上体を伸ばして力んだ途端、彼はまた自分がシュンと縮まるのを感じた。静か、先祖の錦木と彼はつぶやいた。千夜というと3年。おい、冗談じゃないぞ。何が冗談だ。え？と彼は振り向いた。ああ、父上でしたか。彼は養父の酒の相手をしながら、それをすっかり忘れ、自分の回想に没頭していたことに気づいた。お前はまた俺の話を聞いていなかったのだな。もちろん聞いていましたとも、と一馬は言った。ただそのあまり勇壮すぎるので、我知らず失言してしまったというわけです。そんなに勇壮だと思うか？勇壮だと思わないような者がいたら、私はそいつに決闘を申し込みますね。そう来なくてはならん。うん。と、三郎太郎左衛門は、杯を口へ持って行きながら、上機嫌にうなずいた。今自分で考えてみても、二股ジョボの合戦は筋肉にコブができるくらい激戦中の激戦じゃったな。俺は例の一条二尺の大槍を振るって、右に左に敵を突き伏せ、雨あられと飛び来る矢玉の中を表も振らず、まっしぐらに敵の城門めがけて突進した。もうそろそろいつもの時刻であった。この親父め、今夜はいつまでホラを吹き続けるつもりだろう。これこそてっぺん大ボラだ。いつ橋三郎太郎左衛門は一度も戦場へ出たことはない。彼はいつも兵隊か両末の輸送係だったし、そのことは大叔父の大久保彦左衛門もはっきり証言しているくらいであったけれども、今の若い者たちは知らないから、うるさいじじいだと思うくらいで、結構その大ボラは通用するようであった。お話の途中で失礼ですが、とやがて彼はしびれを切らしていった。これから千騎者の写しがございますので、私はこれで下がらせていただきます。2-3、奥平屋敷のいつもの場所へ着いたのは、冷酷より少し遅れていた。信じがたいほど蒸し暑い夜であり、自分で船を漕いできた彼は着物まで通すほど汗になっていた。錦木の枝を刺すのは灯籠の根元のところである。彼は汗を拭い、扇子で風を入れながらしばらく息を休めていると、向こうから早苗のやってくるのが見えた。山本周五郎作、彦左衛門
外記その第7回 2-3 途中まで2021年4月13日